はい、こんにちは。今日は SAD1 の撮影会に来ております。さあ、今日はこんな感じ で今自分の作品が終わったところです。じゃあ今日は自分と大林さんと西村さんと今日は3人で、はい、あ、そうか、30日もあるんです。そうです。で、30日は土井さんとお願いします。お願いします。あとは佐藤さん、今日はちょっと来てるんです。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日は何のとこからインスピレーションを受けたんですか？今日はですね、私はですね、歌舞伎町なんですよ。どんなイメージだよ。どんな、あ、関西人ですか？あ、そうです、関西人。あ、かわいい。一応ね、いろいろ用意をしてるんですけど。あ、これ歌舞伎町ですか？私、初なんですよ。初の今まで歌舞伎たことない。あ、そうなんですよ。いつも地毛ですか？いつも地毛なんで、初のカツラにワクワクします。今日ね、ちょっとね、目のところをこう全部こう隠そうかなと思って。おー、ちょっとだけ口閉じてもらっていいですか？あー、OK です。ありがとうございます。スタイリストの杉山さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、どうも、徹夜でございます。増田先輩がですね、今日は来れないということで SAD1 の撮影2日目橋口が行ってきたいと思います。それでは行きましょう。
もう土井さんは終わりです。終わりです。終わりです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。密着していただいてとても可愛らしかったです。音声なしバージョン今日も。いや、ここは音声ちゃんと入れます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。初めましてでいろいろとお邪魔だったかもしれませんがお世話になりました。また機会があればお邪魔したいと思いますのでよろしくお願いします。最後にいつも先輩がまた次の動画でお会いしましょうバイバイって言ってますんで皆さんで言ってもらってよろしいでしょうか。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。